皆様こんにちは、アンバサダー J です。 J リーグサッカープライムゴール3ですね。続きやってみましょうか。次11節ですか。これなんていいんでしょ、これレオナルド・ジョルジーニョ上がってきたね。さあ11節、レイソルですね。でこれ2の時見てくれてた方って分かると思うんですけど、なんていうか、ホームアンドアウェイなんで、なんていうのかな、前半と後半であるんですよね。後半のね、13試合だっけ、それはね、どんどん確か強くなってきてたんですよ、敵チームが。終わりに近づくほど。これもなんかその関連あるんじゃねえかなっていうと、ちょっと疑ってはいますね。どんどん強くなっていくんじゃねえのっていう。で、これ奥の、ここなんか、あれですよね、石に変えたら結構当たったっていう。やってみましょうか、今回も。なんか急に点数取られなくなったなっていう。ああ、取られた。ウィーで取られた。いや、ちょっと、あった。よしよしよし。セルフセンタリングシュート。サンタス。あ、やべ、ああ。ちょっと持ちすぎたな。ああ、いやいや。ああ、取られちゃった。ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、黒崎、シュート、ゴール。さすが黒崎一戦。エクセレント。お、ちょ、なんだろう。レオナルド。あれ、今取れた。お、レオナルド。オッケー。長谷川。お、止めるよね。レオナルド、長谷川ライン。よし、抜けた。取るよね。お、なんだなんだ。時々キーパーからなんかパスが来るんだよな、これ。敵のキーパーから。あ、取る。おいおい、ちょっと待って、それ止めらんねえよ。あー、ちょ。抜けてきたよ。オッケー。セルフセンタリングシュート。これこのゲームの特徴だよな、これ完全に。オッケー、ゴー。決まるよね、それは。あそこボール通れば決まるな、もう。ワンツー。いやー、これダメだ。おお、これ急にキーパーがパスくれるんだよな、これ。またどういうことやねんって話。急
急にパスしてくれるんだよな。おお、ちょいちょいちょい、おっしゃし、ブロックブロック、いやーちょっちょ、それ残念。寝るシーンよって感じだったもんね。何も覚えてねえな。あーちょっと、なんだ、あーやばい、オッケー、セルフセンタリングシュート対策。あれ普通にやってたら今のところ決められちゃいますよね。セルフセンタリングシュートってすごい最強なんで、一応このゲームの中ではプレイヤーは多分使えないと思うんですけどね、あのシュート。コンピューターは多分使うんですね、あのシュートはね。今のもあれだよな、ああボールのとこ行ったと思ったらスッと離れてくるでしょ、なぜかディフェンダーが。そこまで行ったんならボール取ってくれよって感じ。いやー、いないねこれね。あ、誰もいね。おいおい、おいおい、ガトー。お、なんだ、そっちじゃないよ。あー、ダメか、通らないね。いやー、来たよ来たよ来た、危ない危ない。さあ、ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、おい、さあ、レオナルド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 、おお、持ち込んだ、シュート。いや、レオナルドやっぱちょっとあれだな、ドリブルがいい、いいよね、やっぱりね。ちょっとね、シュートが弱いんですよ、レオナルド。サントス、ほら、またパスしてきた。なぜか知らないけど。シュート強いのやっぱ、あーだ、この中でやっぱ黒崎かな、一番強いの。シュート強く感じますね。おお、なんだろう、あれ今も大倉じゃなかったの。もうなんだよこれ。飛んだ、シュート、シュート、それ止めんのかよ。現実世界じゃ無理だな、あれ止めんの。よし、ジョルジーニョ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 、シュート。これシュート打つのが絶対に遅いんだよな、これな、タイミング的に。今のも後になってからあのシュートの判定来たでしょ、だからタックルしたみたいになった。あ、取れた。いやいやいや、やべ、危ねえ。おお、ちょちょちょ、よしよし、クリア。さあ、レオナルド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 、あー、やばいよ、やばいよこれ。よしよし、取った取った。
これはちょっとやばいよ。3点前半で取らないとちょっと危ねえんだよな。あよしよし、いやジョージーニョ、あーよしよし、ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、よし、黒崎、黒崎、黒崎、あーっとダメか。ボンバーヘッドクリア。いや止めらんないねこれね。いや止めない。よいよいよ、クリアクリア。あー通んねえよねこれね。今の通ればな。よし、あー抜かれたよ。いや決められたね。うん、今のはしょうがねえだろ。大倉やべえな、これ1点差で後半に行くとかなりきつい気がするんだけど。もう1点欲しいとこだね、ちょっとね。いやーちょレオナルド、レオナルド、いやちょっともう1点取らないとちょっとやばいなこれ。いやちょっとやばいやばい、あやべ、ファレちゃった。うわー出た出た、もうちょこれやばいよちょっと。あー逆だよ、あーちょっとやばいねこれ。レッドカードかよ。しかもなんかちょっとあれだな、コントロールの効きが悪くなってんな、あの十字キーね。よし、サントス、サントス、今のもうファルクセーぞ、今のもう。よし、ジョルジーニョ。よし、黒崎。あ、ダメだ。あそこ入られちゃうとダメだな。いや、もう一人足んないからね、これ。しかもあれか、ディフェンダーがいなくなってるのか多分。サントス、いやーもうなんか急に動きよくなるよねもう向こうもね。あーなん、ほらほら今のもなんか通り過ぎてったでしょ、あのボールからこれなんだよなこれ。ボールから離れようとするんだよね。さあこれはちょっとやばいですよ、一人足んなくて、しかも前半リードなしですからね。誰退場したんだろうな、この辺りかな。おいーって取られちゃった。あ、大野いるか。あれ、石井かな。いやー相馬いるよね。おお、なんか、あ、石井いたな、今。あ、秋田か、じゃあ、たぶん。秋田退場か。よーし、あー、ダメか。よし、来た来た来た。よし、あーダメか。レオ様。
よし、サントス、ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、よし、レオナルドシュート、よし、レオナルド、いやーダメだね、ちょっと、やっぱ飽きたいねえな、そうまあ、よし取ったよこれ、あーちょっとそこスルーしちゃって、よしよし、ホンダ持ち込め、オッケーゴール、エクセレント。秋田だな、多分いなくなってんの、レッドガードで。ああちょっと誰か止めてくれよ。そんな直線的なドリブルね。よし抜けたよ。ああダメか。ヒューガじゃないんだから普通決まんないって、やったよしよしよし、セーフセンタリング対策、よし抜けたよ、やったいや止めらんないぞこれ、うわーちょっとよ、あーゴールセルフセンタリング失敗、いやーちょっと待ってよこれ、やっぱ一人少ないのきついな、ちょっと穴がすごいですねやっぱね、一人いないと、黒崎、長谷川ゴール、さすが長谷川、エクセレント、いいねいいねいいけどこれもうちょっと何点取られるか怪しいぞこれ、まだ7分半もあるもんね、ジョルジーニ、よし黒崎、あー止めるよね、よっしゃーあ止めるか、今の絶好のチャンスだったんだけど、サントス、よし、ジョージ、レオナルド、よしレオナルド、あーこれダメだ、うん、囲まれちゃうときついんだよ、よー来たよ来たよ、またお、コンじゃない、コンで、よっしゃー、ダメか、やばいよこれ、やっぱ人足んないねこれ完全に、おい今誰か足で止めたの今、あ足でブロックしてくれたぞ今、サントス、ファインゴール、あーダメか、おしレオナルド、うぃー、よしいける、よっしゃゴールレオナルド、これで少し楽になったな、5-3、まあ6分近くあるぜ、まださっき7分半、おーおーもう独壇場だよな、なんか誰も止めらんねえような感じになってる、
ていうかみんな逃げてくもんね、なんかね。なんかおー、ラオウ様が来たぞみたいな感じで。あー、ちょいちょい、よし止めた、ラオウ様のお通りだみたいな感じでいなくなってくんだよな、周りから寄ってくんな、これ審判だけね。審判だけ寄ってくる、なぜか。よし、ラオナルド、よし、レオナルド、レオナルド、レオナルド、あーダメだな、ちょっと、よし、おー、ファウル、あ、イエローかよ。まだ5分あるぜ、ちょっと。よし、抜けた、シュート、いやー止めるよね、あー通んないな、ここ、よし、サントスから長谷川、いや止めるよな、本当に、おー、ちょっと打たれた、よし、サントス、長谷川、シュート、おー、また来た来た来た、あー来たよ、おめでとう、もうちょっと誰と、お前さ止めたはいいけど、よし、あー、なんか向こうも動きすげえ良くなってんな、よしよしよし、カットカット、あーべべ、おー、ちょ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 、よしよし、まだ3分あんじゃん、ちょっと待ってよ、長すぎるって、なんでこんな投げんだろうな、これ、いやー、あー、ちょっと、あっ、危ねえな、今の、なんか、お、なんだなんだ、あ、ふなふな、ちゃんと反応してよ、よし、抜けたよ、ファインゴール、オッケー、長谷川、これ決まったでしょ、さすがにね、でまだ2分33秒あんだよな、あ、ほら、またヒューガドリブル、直線的な、ほんと直線的なドリブルだな、あれ、黒崎、シュート、そのまま、よし、
やー抜かれたよこれ。よし止めた。やったやったいい。なんだなんだ。あのセルフセンタリングシュートどうやったの、どうやるのな、なんかこっちはね、いろいろ試しては見たことあるんだけど、どうやってもあんな真上に上げるセンタリングなんかできないよ、できないよなって感じでね。よし長谷川、あーダメか、潰されたな。あーやっちゃった、あーエルーか。よし止めた。今のも対策してないとあれ決められちゃいますね、今のシュートは。よしよしよし、いや疲れたな今回。勝利を呼ぶゴール長谷川。いやこれは今回やっぱ秋田か、秋田がレッドカードですね。あの秋田がレッドカードでいなくなってからかなりね、あのディフェンスに穴みたいなのもやっぱできちゃってね、結構きつかったですねやっぱりね。で前半 2-2 だもんね、1人少なくなって 2-2 だから、ちょっとかなり今回は焦りましたけど、なんとかね黒崎、長谷川、レオナルド、本田も決めましたもんね。さあ今日の星占い、恋愛運、水瓶座出てきたんですよ、これ初めてじゃない多分。女の子にモテモテだ、水瓶座のあなた、今日はモテモテらしいですよ。女の子に嫌われる乙女座さん、今日ダメみたいですね。あ、卓球場の結果、なんかくだらねえと、自分で休みがくだらねえと思っちゃった。卓球場の結果、市原が浦和に、1-0で勝ってますね。マリノスが2-1でベルディに勝ってると。フリューゲルスは平塚に1-0ですね。ガンバが岩田に勝ってると1-0で、セレッソが名古屋に勝って、あ名古屋また負けてんな、3-0で、まあ、清水は、まあ、勝ってますね、広島に3-2。まあ清水でしょ、まあそうか、一応見てかな、レイソル土井ゴールキーパーね、ディフェンダー澤田、渡辺、ネルシーニョ、大場、ミッドフィルダー、あれこれ下平でいいのかな、で柱谷、大倉、加藤ね、でフォワードがミューレルに彼か、うん、いや結構レイソル強いですね。あのあれレーソル上位に入ってたかな、あ上位入ってねえか、あ13位か、13位であれだったら強いな結構。相変わらずあれね、もう得失点さ、あの鹿島1位なんだけどね、得失点がすんげえでかい、32点でダントツでしょこれ。長谷川上がってきましたね、あ清水の長谷川も上がってきたな。レオナルド
ジョルジーニョ。あ、ゴンがまた出てきたな、これ。まあ、とりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。次、広島だな、多分。広島だと思いますね、次。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。